ヤフー YouTube どうもなきです。さて今日もヘアスタイル解説をやっていこうと思います。で今日は彼ですね、アレキサンドロスの、川上洋平さんですね。アレキサンドロスの川上さんのヘアスタイルをいくつかやっていこうと思います。でいろいろ見たんですけど、まあ、いくつかあってまあ、マッシュセンターパートとかあったんですけど、まあ、できる限りのものをちょっと紹介していこうかなと思います、うん、で、まあ、まずこれからなんですけど、まあ、これが多分多いのかな。まあ、伸びかけじゃ伸びかけだと思うんですけど、なんだろうな、ヘアスタイルっていうと、なんか伸びかけなんですけど、多分切るとしたら後ろはちょっと短めのグラボブベースみたいな、グラデーションボブベースみたいな襟足残して、ちょっと段をつけて丸みを帯びさせるんですけど、横は多分そのまま行っちゃうと前下がりになっちゃうので、横は横で耳まではそういうグラデーションボブベースで切ってもらって、で横は多分耳にかかんない程度のバランスでパツッと切ってもらうんですよ、一回で。全体的に多分前髪がまず長い状態だと思ってもらって、まず切ってバツッと切って、でそれにちょっと段を全体的につけてあげれば結構完成するんですよ、多分これぐらいで。で前髪がなんだろうな、ちょっと分け目が多分あやふやなんですけど、多分狭い部分で取ってるんですよね、多分ちょっと黒目の端ぐらいからで、ちょっとこう斜めに取ってるのかな、少し取って、そこだけ前髪にしてあげて、あとはもう本当に多分ね、奥行きもあんまり取ってないです。2、3センチぐらいの奥行きだと思うんですよ。でそうするとここを降りて、絶対にここでセンターパートで分かれちゃったりする、あの分け目で分かれちゃったりするんですけど、そこをなるべくこう耳のギリギリ、目のギリギリまでこう前に下ろしてきてセットしてるって感じなので、あのなんだろう、まあ難しいっていうか、難しくはないんですけど、その前髪もちょっとしか取ってなくて、もう本当にただ下ろしてるって感じで、あとはちょっとアイロンとかでちょっと外跳ねにこのね、あのこめかみに出てくる髪の毛だけちょっと外跳ねにしてるって感じなので、結構重めですし、段もまあつけてはいますけど、あのトップの部分に関してとあの段をつけて、で量をあんまり減らしてないっていうスタイルですね。だからパッと見グラデーションボブ と、マッシュの合わせた髪型みたいな感じだと思います。後ろはボブで、前髪は、パツッと切って、で前髪作って、でここはつなげない、前髪だけ孤立して作って、で横はここの長さで切ってもらって、段をつけて、あとはあの外羽とかをストレートアイロンでやってあげれば全然完成する髪型なんじゃないかなと思います。そんなに正直カットとしてはなんか別に難しくはないカットです、なんでこう丸みがあるんで、やっぱり面長っぽい人とか、こうエラが張ったりしてる人とかは似合いやすいヘアスタイルの一つなのかなとは思います、で、まあ、この時なんかは基本的にセンターパートのボブですよね。基本的に難しくない、普通に襟足残した、要はグラデーションボブみたいな感じ、女性でいうグラデーションボブみたいな感じで襟足を残すんですけど、こう後ろ丸みを帯びさせて、でそこから耳ギリギリを通って前下がりではなくて、そのまま横に来るっていうバランスですね。だからこれを多分これを切って、そっから前髪だけ作ると多分1枚目になるんですよ、基本的に多分。で それで段をつける、これは段があんまりついてない状態ですけど、これを作って、前髪作って段をつけてヘアセットすると多分1枚目みたいな感じになります、ちょっと長さが微妙にちょっと短いかもしれないけど、多分ほぼほぼそうです、基本的にだからこれを作ってもらって、これに飽きたら前髪作って段つけて、でちょっとマッシュベースのさっきの1枚目みたいな感じになってもらうと、あのすごい分かりやすいというか、あのつながりやすいのかなと思います、なので最初だったらこれかなと思いますね、まあ、全然難しくないです。センターパート6-4で分けてるのかな、まあ、ほぼほぼそこで分けて作ってるようなヘアスタイルかなとは思います。この時なんかもそうですね。この時なんかも、なんだろう、グラボブベースなのか、もしかしたらこう段をつけてないワンレングスベースなのかもしれないですね。ワンレングスベースで、全体的にカラーはするんだけども、中間から毛先にかけてはブリーチをして、ちょっとピンクっぽい色を入れてるのかな、少し濃いマニックパニックとかでも多分いいと思うんですけど、濃いピンクを入れて、根元の方も、まあこれ根元は
ちょっと暗いんで、根元なんか伸びてきたのかわかんないですけど、基本的にはボブでいいと思います。で、段も 1,2 センチぐらいつけて、基本的に彼のヘアスタイルの場合はあんまりこう段をそんなにつけるスタイルではないと思うんですね。つけてはいると思うんですけど、本当にちょっとでいいと思います。で、あんまりこう量も減らさずにボリューミーな感じで、ちょっとこうなんだろう、アーティスティックな感じのヘアスタイルが多いと思うので、まあ、その辺は好みによると思うんですけど、作り方は、全然それでいいと思います、僕の中では。で、これ多分ね、ちょっとね、分け目がちょっと分かんないんですけど、いろんな写真があったんで何とも言えないところがあったんですけど、まあ多分例えばこのぐらいの分け目でやるとするんだったら、まあ多分これ七三とかで分けて、三の部分で短い部分のところは多分ね、耳半分ぐらいだと思うんですよね。耳半分ぐらいに出てくるようなボブベースで切ってもらって、で耳かけて、で後ろは短く切って、でこちらはこちらがでもなんかもう耳隠れるぐらいの長さ、もうだからアシンメトリーですね。本当にアシンメトリーの長さで、僕ね多分ね、耳半分ぐらいまでこっちがあるとすると、多分延長線上でいくと、こう鼻の上を通って斜めに入った方が結構綺麗なので、多分耳下、耳を通ってリップラインから上ぐらいまでの方が、普段だったらあの丸顔の、面長の人だったら似合うと思います。普通の人だったら、まあ鼻先まで全然いていいと思うんですけど、多分鼻先まで行くと、耳半分から鼻先だとちょっとバランスがもうちょっと長い方がアシンメトリーさは出ます。アシンメトリーさはそんなに出したくない人であれば、別にここ半分で、例えばここの同じような感じで鼻先でいいと思うんですけど、丸顔の人とかだったら多分これがもうちょっと耳にかかるかかからないかぐらいでいいと思う。それだったら多分この鼻先ぐらいでも多分バランスはいいと思います。もう長かったら唇ラインぐらいまで長くしてもバランスを取れるのかなと思います。で、まあ全体的っていうか、まあトップの部分だけダウンつけて、で分け目のところにこうグリーンをね、がっつり入れてもらえればいいと思うんですけど、多分どんなヘアスタイルなんだろう、ちょっとセットしてる時が分かんないんであれですけど、多分この分け目を作るんであれば、まあこういう風な感じで、このね、アシンメトリーのバランスっていうのはいろいろと人によってもあると思うので、どこにやりたいか、頭の丸さ、面長さに合わせて、面長だったらちょっとグッと詰めた方がいいし、丸顔だったらちょっと長めでもいいし、その辺のバランスは、そうですね、自分の髪質っていうか頭のバランスだったり、おでこの広さだったり、顔のバランスに合わせてもらえれば一番いいのかなとは思います。で、この時なんかはちょっとどういう、まあ、セットはあれなんですけど、カットが、まあ、いろんなやり方があるんで、なんともどう説明したらいいかな。多分、まあ、2つに分けてもいいのかなと思います、僕は。こめかみの部分から、後ろから持ってきてるから、こめかみからぐっと鉢上までこう取って、こう斜めに鉢上の上、こめかみからこう横に行くんじゃなくて、こう真上に取って、でそっから盆の奥まで下がって、だこういうちょっと上に上がって下に下がるようなラインで取ってもらって、その下の部分はまあ、耳に隠れてるのショートボブみたいな感じでこう切ってもらうんですよ。ショートボブ、そう、2セクションで切るんですよ。2セクションでショートボブっぽく切ってもらって、で上に残ったこうグッと入って下にいるんですよ。で後ろはそれに合わせて短くていいんですよ。ただこうグッと上がって下がってる、この上の部分ね、この上の部分に関しては前にこう下ろしてもらって、目にかかるマッシュラインで切ってもらう。そうなんで、これ多分下ろすと、横に下ろすと多分耳にかかるような自然な感じなんですけど、前にセットしてきて、しかも中を短くショートボブっぽく切ることによって、こっち下は収まるんだけど、前髪でこうボリューミーをグッと持ってきてる、マッシュベースで重く持ってきてるので、こっちは詰めてた方がいいんですよ。だこっちはちっちゃいミニマムなボブで、横のこのサイドの部分も短くそれに合わせて切ってもらった。だけども上からマッシュベースで残してくるっていうのが特徴なのかなと思います、僕の中ではですよ。なので2セクションの下はグラボブの短いショートボブベースで切ってもらって、その上の部分だけ重く残してマッシュベースで、目にかかる程度のマッシュベースから、あと真横じゃなくてこう下ろしてくれるような感じ、こう下に流れてくれるような感じ
の長めなマッシュベースで切ってもらって、まあ段はちょっとつけるぐらいな感じでいいと思います。結構重めに残って、なんかこの前髪に対してここの後ろの部分が短いので、あのこれはつなげてるわけではなくて多分分けて切ってます、うん、なので、まあ、その辺はまだセットとかでやっぱりなってる部分があると思うので、普段使いってなるとどうなのかなと思うんですけど、うん、あ、襟足の部分かな、ちょっとこう耳後ろの部分だけちょっとカラーもしてるので、まあ、その辺もポイントでやってもいいのかなと思いますけど、黒髪だと結構重くなりやすいかなと思うんですよね。なので、まあ、できればちょっと茶髪とかにした方がバランスはいいのかなと思うので、まあ、その辺も含めてですけど、うん、自分の普段の生活に合わせられるような感じで作ってもらえればいいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。